どうもこんにちは、春菊くんです。今回はご飯が進むナスのレシピご紹介していきます。今回はね、簡単に美味しく作れるようにちょっと変わった調理法でご紹介をしていこうかなと思います。もうフライパンにね、事前に味付けで使う調味料すべて合わせていく形になりますね。まあ、ここで中華とかでよくある合わせ調味料っていうのを事前に作ってしまって、もうそこでお肉を入れてもう下味もつけちゃうみたいな感じで、もう一連洗い物を増やさないようにして、もうフライパンだけで仕上げるって感じにしていきますね。お味噌がね、どうしてもちょっと溶けにくいので、よくまあ一回均一に混ぜてもらってから、あとお水で伸ばしてもらうっていうのがいいかなと思います。これでもう合わせ調味料は完成になるので、今日この中にもうお肉を入れてで混ぜることでちょっと下味をつけていく感じになりますかね。お肉が水分吸うのでしっとりと仕上がります。あとはお野菜の準備ですね。ナス切っていきます。今日はちょっと味の馴染みがいいように、皮はちょっと縞模様に向いていく形になりますね。ちょっと皮の面積が減る分、中に味染みやすくなってちょっとトロトロになりやすくなります。今日はちょっとこんな感じの切り方になってますね。ちょっと変わった切り方なんですが、まあ結構切り方は自由でもいいかなとは思ってます。あとは長ネギですね。ちょっとこれも香りがいいので今日加えていきたいと思います。これもちょっと斜めに適当に切っておきますね。あとはお野菜と一緒に全体も混ぜ合わせてしまって、お野菜にも少し水分を吸わせるようなイメージで絡めておきます。あとはそこから加熱をしていってもらって、まあ、最初は蓋をしてちょっと蒸し焼きにする感じですかね。この蒸すことでナス自体が結構トロトロになってくれます。あとは水分飛ばすまでずっと加熱してもらったら、こんな感じでできていきますね。油とか気になる方は一回ペーパーで取ってもらってもいいかなと思います。あとはお皿に盛り付けたら完成になりますね。これでもうね、ご飯が無限に進むナスの味噌炒め完成です。まあ、お好みで糸唐辛子とかかいわれ大根とか今日はちょっと飾ってますが、まあ、これはあってもなくても大丈夫って感じですかね。まあ、青ネギ散らしてもらったりとか、あと意外なところで言うと大葉とかも結構相性がいいですかね。ナスの味噌炒めと一緒にご飯をたくさん食べてね、この暑い夏を乗り越えていきましょう。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。お疲れ様です。